疲れ。うるさい奴が消えてせいせいしたわ。マールじゃ、空の力を試したくてビクセンをけしかけたな。空だけじゃなくてあんたもよ。先輩様を始末する覚悟があるか試させてもらったってわけ。まあ合格ってところね。仲間に入れてあげる。私たち三人が揃えば機関を支配するなんて楽勝だわ。そのために空を。そうよ、ナミネに会いたがってるから会わせてあげるってわけ。喜べナミネ、お前が待ち望んだ勇者と巡り会える時は近い。嬉しいです。言っとくけど、空の気持ちを裏切るなんて残酷なことしちゃダメよ。分かっています。記憶と記憶を重ね合わせてさらなる思いを育てるがいい。空、君に会えても私どうすれば。あ、リク。お前が進めばナミネが傷つく。まだ戦うのか。お前を操っていたビクセンはもう。あいつがどうなろうと関係ない。お前を止めてナミネを守る、それが俺の心だ。そうだ、ナミネを守るのは俺だ。ずっと昔に約束したんだ。約束？俺たちが小さかった頃、たくさんの流れ星が落ちた夜があった。ナミネが島に星が落ちたらどうしようって心配するから、俺は言ってやったんだ。もし星が落ちてきても俺がナミネを守るって。約束したのか、おもちゃの剣で。なんでお前が知ってるんだ。だって俺だってあの時ナミネと約束したんだ、流れ星の夜に守るって。嘘をつくな。あの時お前はいなかった。いなかったのはリクの方だろ。俺あの時ナミネからお守りをもらってる。お守りだと？ほら。なぜだ、なんでお前がそれを。そうか、わかったぞ。リク、そいつは偽物だ。本物は俺が持ってるんだ。どうなってるんだ。偽物は消してやる。
なびげるお守りじゃよね。俺のと同じだ。どうしてあいつも。ガードになっちゃった。こうなったらもうどうだっていいだろ。進むしかない。でも変だよ。二人の思いが同じだなんて。どっちが間違ってるんだ。間違ってる？俺のこと信じてないのかよ。そんなことないけど、気にはなっちゃうんだよね。なら波音に聞いてみればいい。それではっきりするだろ。とにかく、こんなところでぼんやりしてる時間はないんだ。そら、どうしちゃったの？どうしたって何が？だって、ナミネのことになるとすごくムキになるんだもの。ちょっと変だと思わない？お城に来るまで名前も忘れてたのに。今は、ナミネに頭がいっぱいだよ。なんだかおかしいよ。もう一度よく考えてみた方がいいんじゃないかな。おかしいって、考えるってどういうことだよ。ナミネをほっとけっていうのか。そうじゃなくて。じゃあ勝手にしろよ。二人ともここでぼんやりしてればいいだろう。俺はナミネに会うんだ。それあいつにはもうお前だけさ。そうだ、あいつを救えるのはお前だけだ。でも遅すぎます。決めつけるには早すぎるだろう。なあナミネ、気づいているか？今ここにマールーシャはいない。それはどういう。お前を止める奴は誰もいないってことさ。うまくやれ。さて始まるぜ、ソラ。せいぜい派手に立ち回って俺を楽しませてくれよ。おいおい、本当に楽しいぜ。やっぱりすげえなお前らって。ソラ、あんな言い方は。黙っててくれ。